こんにちは、チョメです。ではストーリー続きやっていきましょう。闇の波動、鼓動ね。巡る運命、かつて竜殺しと呼ばれていたグレン。彼から語られる過去と冠爺さんがグレンに剣を与えた理由とは、開始。やっぱグレンかな、最後の勇者は。なんか傭兵が二人ガチャで最初から出るって変だと思ったんだよな。てんてんてん。あの、グレンさん、ピコリノをずっと見てますけど、やっぱり竜を殺さんのは、ピコリノはファンタジールのドラゴン種とは違うように見える。天界の竜だからでしょうか。グレンさんはもともと王国兵士だったんですよね。ああ、強さを求めて飛び出たかな。竜殺しなどという名前は、ドラゴンばかりと戦う俺を見て、他人が勝手につけただけだ。俺はあの頃ただ強さだけを求めていた。追い求めていたね。だが、ある人間に会って考え方は変わった。カムリじいさんか。あのじいさんと出会ったのもその頃だ。か、腕に自信のあった俺は全てのライフを極めたらしい。あのじいさんに戦いを挑んだ。どうだったんですか？負けた。マジか。結構体力的な問題はあると思うんだけど、すごいな。あっさり。うん、そうだな。王国兵士の剣は、お前にはアットランなどと言われてな。傭兵の剣を教わることになった。あ、まあ、カムリじいさん何でもできるからね。あのじいさん、そんなにすごいんですか？そう、なんか、モニュメントも立ってるからね。噛んじゃったけど。ああ、ウェルドストーン、すべてのライフを極めたというクルブルク先代王だ。そうそう、すべて極めてるから。クルブルクの先代王様ですか。今、エリックだけどね。あ、変わってないと思うけどね。で、女王がラウラだね。で、すごい方じゃないですか。てか、ユエリアお前知ってるだろう。なんで、今更。うん、ただの変わり者のじいさんだ。忘れちゃったのかな。さすがはウェルド殿、というところですか。あのじいさんのおかげで、未だ俺は道半ばだった。ふん、俺としたことが、少し喋りすぎたようだ。なんかここのユエリアのポジションがなんかたまにおかしくなるな。やはりウェルド様の予想通り、各地でモンスターが騒ぎ出しています。ふむ。やはりあの黒いモンスターは。そうじゃな、この霧たちにも影響はあると見て間違いあるまい。まあ、世界各地どこにでも影響あるよな。あの男、グレンというものは信用に値するのでしょうか。さあの、強情で気まぐれじゃ何をするかわからん。グレンがボスなんかな。王国兵士隊を出発する時もフェリア様の前に突然現れたも聞きました。ほほほほほ、恐れ知らずじゃな。笑い事では。しかしの、隠居して弟子も取らんつまりだつもりだったわしが、気がついたらあやつだけは剣を教えておったんじゃ。それはなぜ。ほほほ、いずれ大きな存在がグレンの力を必要とする時が来る。そんな予感があったかもしれん。やっぱ勇者の方かな。気のせいかもしれん。大きな存在とは一体。運命じゃよ。カムイジさんもガチャで出てくんのかな、将来。そしてマルレーヌ、お前さんもまた、運命に求められていることがあるような、ないような。どこまでが本当の話ですか？そうなんだよ。冠爺さんね、嘘つくんだよね。ほっほっほっ。マドレーヌさん、よう分かってらっしゃるわ。私は。フェリア様の件もありますし、個人的は、に、あの男は信用なりません。ですが、ウィルド様の言われる運命、というお話、わかるような気がします。これで、失礼いたします。任務の続きがありますので。ほっほっほ。フェリアがお気に入りするのもわかるの。巡る運命クリア。オッケー。じゃあ続きやっていこうね。第2話、勇者の資格。やっぱグレンが勇者なんかな。3人目の。で、ボスがノワールかな。ドワールだったっけ？名前忘れちゃった。これ頼もしいな、グレンが仲間に入れて。これでグレンが敵だったらね、いや敵ではないと思うんだよね、一緒に旅してるから。だから一緒に旅してるでしょ？だから多分グレンが多分3人目の勇者だ。
今までのパターンからいくとな。勇者の手がかりはないか、もう少し霧立山を調べてみましょう。前回は中腹までだったし、今回は山頂付近まで調べてみようか。そういえば、じいさんが頼みたいことがあると言ってたぞ。じいさんって冠じいさんのことですか？頼みたいってことって何でしょう？行けばわかるだろう。そうですね。じゃあ行こうか。チョメさん、冠じいさんのところも忘れずに寄りましょう。じゃあ直行で行きましょうかね。見なくて大丈夫かな？上。右上。どんどん行こう。王国兵士の悩み。王国兵士と話そう。あ、どっかの王国兵士と話さないといけない。ここかな。今度はここにいんのか。ビッグシャモー。シャモーよりビッグでパワフル。でもこのまま放っておくとコケーと僕が倒されちゃう。あれ？あそこにいるのはこの前の王国兵士さんでは？ピコピコ。こんにちは。まだその準備がちょっと。準備？は。なんだ君たちか。どうかされたんですか？実は先日の件、自分がシャモを倒したと勘違いされまして、その今度はビッグシャモをなんとかせよと。ちょっとずつ要求スペックが上がってるな。アルバイトもそうだよね、仕事とか。クリアしたらどんどん上のね、あ、まあいいや。また首を突っ込むのか。はい。力いっぱい突っ込もうと考えていました。よくわかりましたね。やれやれ。じゃあ倒すのかな？ちょっと待って、右上見ないと。あ、左下倒すんだね、ビッグシャモ。じゃあ倒して聞こえるかね。チャチャチャーっとやっていきます。これかな？オッケー。ビッグシャモ。結構、ライフあるね。これさ、星5のさ、戦闘系キャラとか出てない人とかさ、どうなるんだろう。結構大変なのかな。よし、もう行くわ、戻るわ。よーし。チョメさんサクサクだけどな。兵士さん倒してきましたよ。あ、ありがとうでこあります。これで隊長に怒られずに済みそうです。では早速報告に向かうであります。お気をつけて。また困ったことがあったら言ってくださいね。はい、重ね重ね、ありがとうございます。ここ、霧立山で一番強いのって多分ね、あれなんだよね、ブラックパンサーだと思うんだよね。多分ね。よし、冠じいさんのところ来た。こんにちは。っていうか、着ぐるみが常にここにおるって、すごいね、冠じいさん。おう、お主たちか。それにグレンではないか。もう動かんでも暮らせていけるね。仲良くやっておるようじゃの。はい、それはもう、慣れ合いはせん。ほっほっほう、テリアじゃからの、コミショウじゃない？テリアなんですか？てんてんてん。顔が怖いです。このままからかっていたいところじゃが、そうもいかん。黒いモンスターが出たようじゃ。あ、出たか。黒いモンスター？本当ならこの山も危険だよ。最近滝の洞窟の入り口付近で見たという話があってな。あ、そっか、まだ滝の洞窟とかも入れてないね。それで今日はお主たちに霧立山の調査を頼みたい。次どこが解放されるんだろう。楽しみだね。グレンもいるはならば頼もしかろうと思ってな。人を勝手に使うな。わかりました。だから人を勝手に、ほっほっほう。やれやれって言ってるな。終わり？ミッション発生。あ、滝の洞窟行くの？ちょっと着ぐるみ、いや今はいいや。気になるけどね。メインストーリーだからな。またオフでやっとくわ。見たい人はぜひゲームをプレイしてみてくださいっていうか、まあいいや。この辺りでしょうか。もう普通のものと思うよ。ピコ？王国兵士の剣とかそういうのだったよ、前。行った時は。ライフの方は。あ、あそこに黒い何かが。うわあ、こいつか。これは強いぞ。いや、これ普通じゃねえ。ちょっと待って。なんか今まで見てきた黒いモンスターとは少し違う。いや、そのままなんだよ。それはそうだろう。あれはただのブラックパンサーだ。ただし、手強いやつだ。気をつけろ。そうだよ。強いんだよな、これ。最初は。え、これ倒すの？わざわざ。あ、関係ないんだけど。クロサとは。これ結構苦労したな、リンクの時は。で、冒険で旅してる時もこいつには苦労した。はい、終わり。よし、戻るか。で、これでバッファロー邪魔だって。これで戻ればいいのかな？冠じいさんのところ。戻ればいいね。戻って左上にもなんかあるね。じゃあ倒して、ちょっと売り物だけ見るか。気になるから、やっぱり。
後でな。どうじゃったかの？確かに黒色のモンスターはいたのですが、ただのブラックパンサーが暴れていただけだ。なんとブラックパンサーじゃったか。確かに黒いモンスターじゃな。ほっほっほ。次はでっかいゴリラ、バッファローを倒すんかな。それでグレンは勇者に覚醒したのかな。ふん、するわけないだろう。なんじゃグレンは勇者じゃなかったのか。多分次の章で覚醒すると思うよ。第3章で。でもおじいさんはグレンの中に勇者的な何かを感じたんだよね。3話か。いつも3話でみんな覚醒してたから。で、4話でボスだったよ。メタ発言すると。嘘をつくな。どうせ面白がって適当に言っただけだろう。ほっほう、やっぱりバレてしまったか。ほんと。適当だったのですね。釜掛けじじいだからな。そもそも勇者など柄ではない。それに俺はまだ本当の強さを手に入れていない。とりあえず依頼は分かったはずだ。もう行くぞ。ほっほっほう、また頼むぞ。ミッション達成。じゃあちょっと売り物だけ見るわ。気になるから。ほらね、普通通りだったわ。見習いワンダとか。武器だね。武器と防具だね。ちょっと長いね。こんな感じだね。うん。で、ライフ道具。右上見たらわかると思うけど。武器、ライフ道具、防具だね。はい、終わり。じゃあ行こう。予想通りだった。よし、じゃあ行きましょう。この辺とかも全部スルーで行きます。メインストーリーなんでね。ここにモミュメントがあるんだよね。ちょっと待ってよ。まだまだ走るんか。よーし。モニュメントね。ここ、ここ。ここが冠じいさんのモニュメント。で、すべてのライフのやつね。自作って。これはまあいいかな。実況でやっても。タップ、オルギャン、また。怖いけど、逃げてばかりじゃダメだ。結構、ちょっとだけ、登ったね。一人でも倒せるように、頑張らないと。よーし、行くぞ。あ、あなたは待ってたのかな、もしかして。なわけないか。あ、君たちは。またお前か。今度はどうした。頂上への道を確保したいんだ。でも山雲が邪魔で。そうなんですか。困りましたね。また首を。チョメさんはどうします。ですよね。グレンさん、その行くのだろう。とっとと済ませるぞよ。グレンツンデレやな。じゃあ倒しましょうか。サクッとな。お、結構おるな。あ、この山雲弱かったから大丈夫。まだ他のやつが強いわ。ブラックパンサーとか。ここにおったゴリラみたいなやつの方が強かった。終わりかな？ OK。もうちょっと右に出るんだけどね、本当は。探索の時は。はい。倒してきましたよ。あ、ありがとう。すごいなぁ、君たちは。モンスターを全然怖がらないんだね。剣を持つ人間なら普通のことだ。王国兵士として情けないと思わないのか。そうだよね。だから僕も頑張ろうと思ってモンスターのことを調べているんだけど。モンスターのことを調査しているんですか？うん。まだまだ情報は集まりきってないけどさ。お話聞いてみたいです。本当？じゃあちょっとだけ。長くなりそうだな。やっぱり調査すればするほどモンスターたちが暴れているのは怯えているだけだと思うんだ。モンスターが怯える存在。それは噂の黒いモンスターのことだと思うんだ。それに目撃情報から予測すると、黒いモンスターは本当のモンスターじゃないと思う。どう調べてもファンタジールにいるはずがない存在なんだ。長かったね。何、ファンタジールには存在しないだと？そこまで調べているなんてすごいです。うん、確かにすごいね。まだ予測して、だよな。調べてるっていうか、予想じゃねえ、これ。黒いモンスターを直接調べることができれば。まあ、予想するのは誰でもできるよな。そうだ、黒いモンスターの目撃情報は夜が多いんだ。夜ですか？夜だったよ、今。でも昼になっちゃったんだよ。メインストーリーやったら。メタ発言やめよう。うん、もしかすると、それが黒いモンスターの出現に関係しているのかもしれないって。だから夜に調査してみるのがいいんじゃないかと思ってる。あ、じゃあ次回夜か。一回戻る感じかな、じゃあ。予測だから誰にも話されせなくて話を聞いてくれてありがとう。いえ、こちらこそありがとうございました。それをね、馬鹿正直に信じるっていうのもすごいよね。今日はこんなところでしょうか。そうだね。夜いかんやけんからな。うん。タップさんのお話気になりますね。黒いモンスターはファンタジールの外から来たのでしょうか。ということは黒いモンスターを生み出す闇の力も。てんてんてん。でも勇者の情報は手に入らなかったね。別のところを探すべきなのかな。多分グレンでしょう。仲間に入ってるからも。グレンさんが勇者だったら。
バカな妄想をするな。俺は勇者などではない。だってこれまで絶対サブキャラで入ってたもんな。俺にそんな資格はない。え？はい、グレンが勇者です。多分、3人目。うん、独り言だ。気にするな。次は夜に調査してみることにするか。はい、頑張りましょう。多分当たってると思う。グレンが勇者で、ノワールが、ここのボスです。ファンタジールにいないモンスター。それが本当なら。そんなものを作れるのは神しかいないのではないか。え、あの青と赤の神様か。よし、ミッションをクリアしました。自動的にビレッジに戻ります。これグレンがね、チョメさんの頭これ切ってくるんだよね。みんな怖いよ、皆殺しにされちゃうよよし、すべてこの部屋も持ってるからいい。第2話勇者の資格クリア。いや、やっぱメインストーリー楽しいな。すごく続きが気になるけど、事情により明日実況撮ろう。まあ動画投稿は一日一動画だからあれだけど。よし、報告だけして予告だけ見るか。スキップ。次へ。次へ。最初はいっぱいジェムがもらえるからいいね。月夜の危機。では今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ。ありがとう。失礼します。